転してビビッドな赤、イメージをガラリと変えて登場しました女王エカテリーナ・セレブリアンスカヤです。さあアクロバットからの入りですね、はい、曲調も速く、クマンバチの飛行の現代風のアレンジ、こういった速い動きもこの長身の選手ができるというのは強みですね。そうですね、ただメリハリがあるというよりも速いステップでも滑らかさがあるという感じがしますね。このジャンプターンの足の開き、そうですね、ロープはジャンプが必須条件になるんですね。だからこういった高さと幅のあるジャンプができるセレブリアンスカヤというのはロープにしてもとてもいい演技ができると思います。以前やらせていただいたときにロープが一番身近でやりやすいかなと思ったんですけど、この難しいんですよ。この何気ないロープに表情をつけるというのは非常に難しいですね。形が変わりますから力任せにできないんですね。この柔らかいロープにメリハリを与えるというのはすごく難しいことだと思います。思いのままに操ってますもんね、さあ決めはもうお得意のこの3回転でのキャッチです。すごい、よどみがないんですよね。無駄もない、無駄もない、まさに女王と呼ぶにふさわしいエカテリーナ・セレブリアンスカヤのロープの演技でした。このジャンプターンの足の開きが、足が長いですから今のように曲げても汚くないんですよね。長身の選手のお手本となるでしょう。 9.833 高等